こんにちは。彼女の家に今はいます。ということでマドリードに今いますね。練習試合ありました。で結果から言うと、2対0で勝つことができて、でセンターバックで、90分間、フルで出ました。でシュートを打たれた本数も前半0で後半1本でしたし、まあ、集中力もかかないで、プレーすることができたと思うし、体重のところだったりとか、まあ、ボール出すのところっていうのも生かせたし、まあ、左の、ね、センターバックで使われてるけど、右足左足での、ね、ビルドアップっていうところはしっかりと自分的にもこうスムーズにできたと思うし、センターバックっていうところに、慣れてきてるっていうのもあるし、センターバックの楽しさっていうのもなんかこう分かってきてるし、高校時代はねセンターバックやってましたけど、大学からこうクロアチア行ってスペインでやってなかったので、ちょっとブランコはありながらの取り組みなので、まあ、ボランチをやってた分ね、見えてるところも多くなってきてるから、まあビルドアップの部分ですごく有利に働いてるかなと思います。というかプレシーズンは全部終わって、また来週から、リーグ戦が始まりますし、まあ、僕の目標というのは、開幕戦でスタメンで出て、勝ち点3取るっていうのが今のね大きい目標にはなってるので、土曜日日曜日とはね、オフで、なので、まあ、一回マドリードに戻って久しぶりに、彼女に待ってという感じで過ごしてます。まあしっかりとリフレッシュして、次の月曜日に備えたいと思いますし、今はそんな感じで今日の一言に気にしたいと思います。では You're alone in the jungle now.